スペシャルなゲストをお二方呼んでおります。まずはですね、富山県高岡市出身のシンガーソングライター、島かおりちゃんです。島かおりです、よろしくお願いします。そしてこちらは高岡流お好み焼きのイメージキャラクターですね、元丸ちゃんです。イエーイ、元丸ちゃんです。いや、今回はね、なんでこのお二人に来ていただいたかというと、もうここに見えてるんですけど、今日食べるのはこちらです。高岡流お好み焼き元丸です。実はですね、私2年前に北陸新幹線の開業イベントが富山県高岡市でありまして、その時にゲストで呼んでいただいたんですけど、その時に食べたのがこの元丸で、はい、なんとその時に元丸大使に任命していただきました。この機会にぜひね、宣伝したいなと思いまして、今日はこの元丸をね、食べて宣伝していきたいと思います。はい、じゃじゃーん。というわけで、元丸今回はなんと30枚用意しました。まずこちらからトビウオのすり身のお好み焼きです。そしてこちらはイカのすり身のお好み焼きにベーコンと卵をトッピングしました。そしてこちらは、はい、イカのすり身のシンプルなお好み焼きです。そして皆さん、トトマルは何ぞやというまだ分からない方もいると思うんで、トトマルについてね、ちょっと篠田さんに説明してもらいたいなと思います。元丸、はいはい、とは、富山県高岡市のご当地グルメなんですけども、五箇条というのがありまして、はい、その五箇条を守っていただければ、どこでもね、オリジナルの元丸を出してくださいねっていう、そういった決まりがありまして、その五箇条をご説明したいと思います、はい、まずご覧の通り丸い形であること、次は鉄板で焼いてること、はい、大丈夫ですか、はい、フライパンでもいいんですか。フライパンでも大丈夫です。フライパンでも OK です。大丈夫です。そして富山の一番消費量がある昆布を使っているということ、はい、そしてすり身を使っていることでございます。ね、普通お好み焼きって言ったらもう小麦粉じゃないですか。そうなんですよ。これはね、小麦粉を使ってないんですよね、はい、もうすり身なので、もう高タンパクなのにヘルシーなんですね、女の子にはね。ねえ、はい、女性には最高ですよ、はい、最後、高岡流お好み焼きととまるという名前を使ってもらうということが最後の一箇条になっております、はいはい、というのもですね、はい、こちら、なんとうちのお店でも提供することになりました、はい、ありがとうございます。もう一つ、北日本新聞さんが今日は取材に、はい、取材に来てくださっております。今日はお二人で食べたいなと思います。早速いただきます。いただきます。まずはこのイカの切り身のお好み焼きのシンプルなやつから、はい、いただきます。はい、あ、今一緒にいいですか。今日これぐらいの大きさです。まんまるでしょ、うん、ではでは、いただきます。うん、もうね、このすり身がね、プリプリ、普通のお米とかはやっぱ全然違いますよね、はい、うん、そうなんですよ、うん、もちもちふわふわでね、うん、これね、お酒のおつまみにもいいんですよね、すごく、うん、ご飯のおかずにもいいですね、はい、お子さんからお年寄りまでおやつでもいけます。うん、いけます。高岡でも30店舗以上ととまるを提供して出してるんですけど、本当にオリジナルのものがいっぱいあって、イタリアンのお店だったらイタリアン風のピザ風のととまるだったり、うどん屋さんが使ったらうどん屋さんの上に乗ってたりとか、うどん屋さんの上じゃない、うどんの上にうどん屋さんの上に乗ってる。あ、でも炭水化物、炭水化物じゃないですもんね。そうなの、そうなの、そうなの、トッピングですよね、うん、そうそうそう。高岡は伝統産業が盛んで、金谷町の通りっていうのは昔ながらの町並みの石畳がずっと続いてるところがあって、でも、うん、体験できるんですね。そうそう、一緒に作ってもらって、ともちゃんにも、すごいいい経験でしたもん。結構がっつり作ってるんだけど、すごい一生懸命汗かきながら作ってる感じ
あれもやりだすともうなんか集中して、ね、夢中になって作れる、ね、私あの、チョコはお父さんにプレゼント、うん、あー優しい、そういうね、作ってプレゼントするんですよね。ボトルはラスト、はいはい、ボトルラストです。すごいすごい、3分の1いきましたね。でもね、ほんとあっさりしてるから、うんうん、全然なんか30まで足りないぐらいな。いマジで今、うん、はい、イカマル終わりました。次はですね、デラックス、デラックス、さっきの同じやつに、はい、ベーコンと卵が入ってます。結構ね、卵ベーコンのうとね、重さがずっしり、ずっしりですね、うん、というわけでデラックスいただきます。ふわふわのすり身にこのベーコンのね、うま、ん、みがね、おー合いますね、美味しい。とどまるちゃんのね、顔なんですけど、目が目玉焼きになってるんですよ。上に魚のすり身、後ろはね、イカになってる、頭の後ろ、ね、髪がね、昆布、口がね、紅生姜を表してます。あ、紅生姜もね、紅生姜が入ってるのね、やってたら、ここはベーコン、そう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 、ね、ほんとこれね、すり身とベーコンとね、卵のとね、最高ですよ、これ赤岡のみんながこれ見て、ほんとイカモちゃんってやってますよ。ねよく言ってくれたみたいな。おとまるグランプリ、毎年やってて、おとまるの一番を決めようじゃないかっていうイベントがあって、今度はあれじゃない、三宅屋のとどまるで出場して、三宅屋のとどまるがグランプリ取ればいいんだよ。なるほどどう、頑張ります、うん、はい、デラックス残り3つ、イエイ、なんかあっという間ですね、早い。あとセリフの中にこの紅生姜のちょっと風味が加わってるのがまたいいですね、うん、いろんな味がね、うん、あの一口一口味が変わるんですね、うん、これがすごく美味しくて飽きないですね。イカのすり身が結構甘いめなんです。トビウオの方はちょっと大人な苦味あるから、新しい味を楽しめると思います。トッピング違うだけでやっぱ全然違うから、ちょっと今回に来ても30制覇したいね。もうあれちゃんもついてきてくれますか。ではでは、デラックスラストラスト、これでデラックス終了です。イカマル、そしてデラックス終了しました。ちょっとあっさりしてるから、うん、全然飽きないし、うん、もう30枚で足りない。うわもうそれぐらい嬉しいね。おいしい、ありがとう、トトマルちゃんやった。トトマルちゃんの食べたくさげたい、入りそうだけどね、スポンと入りそうだけど、さすがにないかな。今度はトビウオのすり身のお好み焼きです、はい、味の変化をお楽しみください、ね、うん、あ、ほんとだ、うん、全然違う、口の方がなんか魚の風味が強いですね、より日本酒に合いそうな、うん、この番組を見ている方で、うん、いや、うちのこれはおすすめですみたいになったら、もうそれも紹介してもらったら、うちのご当地グルメも食べてよっていう人いたら、あれば望むところだって、もうね、食べますよ。 YouTube ってやっぱ、ね、日本というよりも世界中じゃないですか。海外の人で大食いしてる人が多いんで、大食いの YouTuber の動画をよく見てるんですよ。海外からも三宅屋にお客さんとか来る。うちはあの、うん、台湾からとか、あー、この間カナダから、カナダからいつも YouTube で見てますすごいね、大食いはもう見てるだけで、うん、凄さが伝わるんで、言葉は分からなくても、あ、そう、減ってく様子が楽しいみたいな。今伝わってますかね、海外の方に。今こちゃん、中国語。中国語。中国語、はい。ガーガーシー、高岡市。ジャーシャン、インウェイ。ターシー、タオシャンツーっていうのが、高岡ふるさと応援特使、島香織です。あ、多分ね、中国の方もね、結構見てる率高いんで、発音悪いとかって書かれたらどうしよう。もうちょっと多めに、甘めに見てやってください。研究中ですから。はい、ラスト1枚でーす。最後の1枚に突入しようとしています。すごーい。なんか喋りながら
力も語ってもらって、はい、皆さんにはね、とんまるの美味しさがね、たっぷり伝わったんじゃないかなと思っております。皆さんどうですか？焼けたまご OVTV ご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。また今回を初めて見た方も、見てる方でも、まだチャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。皆さんまた次回お楽しみに。お楽しみに。ねえ食べちゃってよ。